どうですか、今回は一体これ何に使うんだよっていう画像を見ていきたいと思います。前もねこのようなもの紹介したので私の動画から見てみてください。今回はまたまたこれ何に使うのかわかんねえけどなんかすげえっていうそういうグッズを見ていきたいと思います。まず一つ目、なんだこの紫のやつ、ここに手を突っ込んで消毒するみたいな、紫外線で。あ、そういうわけじゃない。さて問題です、これはどういう風に使うでしょうか。この紫の色が若干ヒントですね。紫の利点は何だろうかっていう、これ実はですね蚊とかを捕まえるトラップらしいですね。いやこんなん本当に発動すんのかよって思うかもしれませんが、この箱の中に粘着のトラップがあって、そのいろんな虫がこの紫色に反応して寄ってくるらしいですね。本当かよって思いますね。まあ私は虫博士ではなくペンギン博士なのでちょっとわかりませんが、ペンギンは引っかかんないですねこれに。もう少し頭いいですよ。あれこのワンコさんは何、どういうことでしょうね。このダックスフンドみたいな長さの犬の模型があるんですけれども、さてここに切れ目がありますね。ってことはなんか中に入ってるんでしょうか。どういう風に使うと思いますか。中を開けたらそこからうまい棒が出てくる、うまい棒入れなんでしょうか。これ実はですねこの犬の中になんと剣が入ってるんですね。っていうことはつまりなんと筆箱ですね。つまんな、普通の筆箱じゃねえか。可愛いですけれどもちょっと邪魔になるんで買いたい人だけ買ってください。なんだこの青いタオルというかなんか先端ありますね。キャップです。じゃあここの青い中から水とかいろいろ出すってことかな。もう意味わかりませんね。あーなるほど、答えを見たんですけれどもすごい私も欲しくなった機能がついていますね。さてその機能とは何でしょうか。この先端がキャップっていうところが特徴ですね。まあ、そしたらコーラぶち込んで大人のようにガブガブ飲むのかって感じですけれども、そういうわけではないです。飲み物ではないです、そこ注意ね。ちなみにすごい便利ですよ。これ実はですねここの開いてる機種型のところに水とか洗剤を入れて洗濯機になるんですね。はって思うかもしれませんが、それを閉じてシャカシャカ振ると汚れがすごい落ちるらしいです。ありますもんね時々、うわ靴下1個だけ超汚れてんだけどこれ洗うのも水でしか洗えないしこれだけ洗濯機ぶち込むの嫌だなみたいな時にこの小さい洗濯機を使うと1個入れて洗剤入れてシャカシャカすると汚れ落ちるんで、これ1台買っといた方がいいんじゃないですかね。 Amazon でシェイク洗濯袋って調べると出るんで買ってみてください。でその後この黒いところから水を流すっていうことでここが開いてるんですね。面白いじゃん、ちょっと顔を100個ぐらい。もう洗濯回せよ。何これ、木ですね。え、これどう考えてもオブジェじゃないの？なんか丸い棒と丸い棒で挟まれてますね。しかしこれオブジェとはいきませんよね、こんなんじゃ。じゃあこれどういう風に使うと思いますかね。はい、皆さん考えてみてください。この木と木の棒、どういう風に使うでしょうか。これ持って人のことぶん殴るんですかね。難しいね。この丸と丸の間がヒントなんですけれども、さてどうでしょうか。難しいね。俺実はこの間に名刺を入れるっていうやつですね。でパカって閉じるみたいな。わかるわけねえだろうがこれ。まあおしゃれっちゃおしゃれですけれどもね、目の前でこんなの広げて名刺出したら、皆さんもこの名刺ケースというかカード入れ使いたい人は作ってみてください。はは、なんじゃこの銀色のやつ、意味わかんないですね。さてこれはどのように使うと思いますか。一応ですねヒントを言うと、ここは収納場所です。何かをここに入れるんですけれども、何を収納するでしょうか。場所もヒントですね。こういう場所でなんかしまいたくなっちゃうよね、収納したくなっちゃうよ。これ実はですねスケートボードをこの間に挟んで収納するんですね、横にして。確かにねここにスポって入りそうだもんね。であれかな、銀色の部分でロックするみたいな。いいね、確かにねスケートボードって場所に困りますよね。うわこれどこに置いとこうみたいな、結構でかいから邪魔だなっていう時にこの銀色のやつに入れると困らないので、今家にスケートボード100個あるよっていう方はこれ買ってみてもいいんじゃないですかね。全部でだいたい30個ぐらい入ります。
なんだこれ、なんか遊具道具みたいで面白そうですね。くるくる回んのかな、なんでしょう。多分見たことある人いるんじゃないですかね。これ実はですね、ここに風が入るとくるくる回って電力を作り出してくれる風力タービンみたいなやつですね。普通ですね。なんかどっかで見たことあるようなやつだもんね。使い方わからないわけではないです。面白くないですね。帰れ。さて、このカラフルなやつ、木が並べ、あれ？これ私使ってるやつですね。あ、わかってしまいましたよ。これ私使ってるやつなんで答えわかりましたが。さて、皆さん何かわかりますか？すごいカラフルでしょ。しかしですね、役に立つんですよ。これはノーヒントでいきたいね。私が使ってるという点をヒントにしてください。じゃあ答えますよ。これ実はですね、一回ばらまいて、それを色通りに整頓していくっていう3歳児のおもちゃで。はい、これめっちゃ楽しいやつ。ん？なんだこのブレスレットみたいなやつ。はあ？どういう風に使うの？あ、これはね、もうちょっと答えが出ちゃってるんですけれども、すごいね。この一つのブレスレットがあるだけで、見てください。もう線切りといい、ドライバーといい、ペンチといい、いろんな役割を果たしてくれます。あ、見てみるとあるもんね。まず、右上がビールの瓶開ける時とかに使って、で、上の方だとドライバーもあったり、で、横は見えないんですけれども、いろんな機能を果たす。出っ張りがついてるらしいです。じゃあこれ一つあればもう大体できちゃうね。ちょっとこれ今こういうものを使って仕事してる人、一つあればもうどこでも行けちゃいますので買ってみてください。レザーマントレッドっていう商品らしいです。ん？なんだこのペンチみたいなやつだけど。え？どうやって使うんだこれ。工具なのは確かですけれども、いつ使うんでしょうか。あ、これ実はですね、釘抜きらしいですね、昔の。ただの釘抜きじゃなくて、いろんな形のネジに対応した釘抜きらしいです。それネジ抜きじゃねえかよって感じなんですけれども。そういう場合にこれを使うわけです。まあ、あと他の用途としては、これでうざいやつをぶん殴ります。おっと、これはスッポンですね。答えですね。どういうことでしょうか。これはですね、スッポンの正しい使い方分かってますっていう画像ですね。皆さん、スッポンの使い方分かるでしょうか。多分、二人に一人ぐらいは分かんないと思いますね。これ、どこで力を入れればいいか知ってますか。トイレが詰まった時使うんですけれども、まず、ゆっくり奥まで押し込んで、引く時に、思いっきり引くんですね。ちょっとこれ初めて知った人いるでしょ。スッポンって押して直すんじゃなくて引っ張って直すもんなんで気をつけてくださいね。思いっきり奥に押し込んだって直らないですからね。ゆっくり奥までぐーって押し込んで思いっきりポンと抜くと詰まりが解消されるので覚えといてください。そのうち使うことになりますよ。強く押すんじゃなくて強く引っ張ってください。じゃないと無理です。